週末何する？馬でしょ。凱旋門賞スペシャル海外競馬丸分かり講座。今週末はプリドラルク・ドゥ・トリオンフ凱旋門賞がいよいよ行われます。先生、来ましたね、はい、この季節になりましたよ。あ、ごめんなさい。ボンジュー、ポンジュース、ありがとうございます。この季節ですね。格式がないのよ。はい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 。凱旋門賞というのは、なんかサッカーのワールドカップじゃないですけど、世界最高峰のレースという、そういうイメージなんですけど。プロ野球好きな人が、日本の野球好きな人がやっぱメジャーリーガーに憧れるみたいな、そういうイメージです。日本の馬もどんどん行ってますからね。行ってますからね。もう、やっぱりこの凱旋門賞が日本で買えるような時代が来たんだと思うとね、はいはい、びっくりですよね。いよいよ今週日曜日は世界各国のトップホースたちがフランスのパリに集まってくる世界競馬の祭典凱旋門賞。そこでこの番組では林先生と一緒に海外と日本の競馬のさまざまな違いや歴史を分かりやすく説明していきます。もともとのこの競馬、競馬というのは外国のものですよね。まあ、もちろんこの近代競馬発祥の地といえば、これがイギリスだということはご存知ですよね。こちら日本と世界の競馬の歴史年表です。1860年代が日本初の洋式競馬開催、そして1539年ですからね、世界は。じゃあもう300年ぐらいはもう全然下がります。結局江戸末期から日本でも競馬が始まるわけですけれども、それは世界に対して日本はこうやってちゃんと競馬もあるような文明国だということを見せつけるためにですね、一つの外交手段として始められたとかと言われています。世界から300年遅れて日本にやってきた競馬では、なぜ日本に競馬が根付いていったのだろうか。強力なスーパーアドバイザー招いております。こちらです。カモン。こんにちは。覆面プロレスラーのスーパー馬団子マシンと申します。よろしくお願いします。この覆面男、競馬通もうならせるすごい情報を持っていたんです。アンジェラちゃん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。東京ガールズコレクション来た。ランウェイやりなさい、ランウェイ。うわ、あ、ゆうやさんいました。どこだっけ。あー、俺たちを見つけられなくて不安がってますね。耳の向きバラバラだし。あ、全然見つけられなくてイライラしてきちゃってます。これは気をつけないとですね。怖っ。あ、こっちの方向いた。こっちこっち。あ、見つけた。10月21日菊花賞。ひどいじゃない、ほったらかしてさ。ごめんごめん。ご機嫌じゃん。謎の男スーパー馬団子マシンが持ってきた日本競馬の知られざるすごい歴史とは。まずはですね、先ほど林先生の方から説明がありました、この1866年にこう日本初の洋式競馬場として誕生したのが横浜の根岸競馬場という、日本ではちょっと外国人がまだ暮らしづらい時代だったので、これはまあ日本在住の外国人が安全に競馬を楽しめる場所として誕生いたしました。日本のその競馬の歴史は、まあ外国人の外国人による外国人のための競馬として誕生した歴史がございます。次第に日本人の馬主も誕生します。馬主が、その日本人最初の馬主が西郷嗣道さんという、まあ西郷柔道さんとも言うんですけども、西郷隆盛さんの弟でございます。兄の隆盛さんは犬好きとして有名ですが、その弟の嗣道さんは馬好き。はい、やっぱりこうちょっとしたこう動物を連れて歩くのがお好きな家系だということが分かります。はい。で、嗣道さんは騎手としても活動していらっしゃいまして、で日本人騎手として最初にレースで初優勝されてるのも嗣道さんなんだそうです。はい、これをきっかけに明治の偉人たちの間で競馬というのが大ブームになります。まあ、伊藤博文さんとか大隈重信さんとか名を連ねて本当に日本の競馬を盛り上げてきたんだそうです。はい、でそんな中で私は実際この西郷嗣道さんたちから現在につながるこう確かな証拠というものを発揮いたしました。ちなみにこれあの西郷家のこれ家系図なんですけども、このですね、西郷嗣道さんの兄が西郷隆盛さん、先ほど言いました、この西郷隆盛さんの子供が西郷虎太郎さん、この西郷虎太郎さんの祖父が園田彦右衛門さん、この園田彦右衛門さんのお子さんが彦七さん、この彦七さんの子供が義彦さん、さらに義彦さんの子供が国彦さん、この国彦さんの息子が豊さん、いわゆる滝豊さんですね。だから西郷嗣道さんと滝豊さんはほぼ親戚なんですよ。いやこれは競馬通
の皆さんも知らなかった情報。西郷嗣光さんの戦いはまだまだこう続いてると。だから今大河ドラマでセゴドンやってるじゃないですか、うん、だからひょっとすると最終回は凱旋門賞で武豊さんが優勝する。僕それぐらい結構ロマンチックだ。この話を聞いて僕もブルブルっと震えながら。ただ繋がってるということ、はい、いや本当つながってるんです。というあのご説明でございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとびっくり。奥さんは同期のアイドルですけど、りょうこも知ってるのかなと思って。りょうこです。私もう電話して教えてみようかなと思って。いや、早期の教えないぞ、これは。奈々ちゃん、いかが。いや、なんかずっと彦が続いてたから彦摩呂さんに最後なってたから戦いの玉手箱へとこんなん言えよ。300年遅れてるじゃないですか。今ってそれ取り戻せてるんですか。あ、確かに当時に比べれば差はかなり縮まってきていると言っていいと思います。近年は海外でも日本馬が大活躍している。しかしまだ凱旋門賞は勝つことができていない。凱旋門賞はやっぱり日本競馬界にとってもうそろそろ果たさなきゃいけない使命だと思うんですよね。なるほどなるほど。やっぱりそろそろ日本の馬が取れるかもしれないってところまで来てるんで。やっぱ筋肉とか違うんですかね。どうなんですか。筋肉とかの違いではないと思うんですけれども、非常に大きな差としては日本の競馬場の馬場と向こうの競馬場の馬場が差が大きくて。馬場って何。そこから来ますからもう本当に馬が走るところです。レースが行われる。あの新任の教師が来た授業やないから。あの生徒がおちょくのやめて本当にね。改めて先生、はい、今日のまとめですが、まあ、今や世界と肩を並べたと言っても良い日本競馬ですが、はい、本当に胸を張ってそう言えるのは凱旋門賞を制した時なのかもしれません、うん、今日から1週間一緒に凱旋門賞を学んでいきましょう。はい、はい。パリロンシャン競馬場で開催される凱旋門賞はいよいよ今週の日曜日開催です。週末何する。馬でしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。どうですか、後ろもやりましょうか。やらなくていいです。